こんにちは、増山玲奈です。実は今福島に来ています。昨日映画の上映会していただいて、今福島にいるんですが、この福島の、シンボルと言われる忍山が見える場所にいますが、私の隣が、あちらが、浪江町からの仮設住宅です。18名の方が今も住んでおられるということなんですけれども、この道を挟んで、こちら側にこのようなフレコンバックで大きな山が出ています。事故から2年後から置かれたこのフレコンバックが置かれ続けている状況に対して、今近所の住民の方のお話をお聞きしましたが、政府は復興と言ってるけれども、このように心のシンボル、福島市だけではなく福島県のシンボルであるこの忍山の前に、なぜこういった、除染土を置き続けているのか、こういったことをもっと東京電力の敷地内であるとか、早く移動をしてほしいといったお声をいただきました。また仮設住宅にも、未だ住んでおられて、仮設と言っていますが、まだ住んでおられている方がいるといった状況も、生活の復旧を目指した方がいいんではないだろうかといったご意見をお聞きしました。本当にこの道、綺麗な、これ切られてる木が桜の木で、この道は本当に華やかな、道だったそうです。ここに見えます、こちらの木も、桜の木で、イチョウと桜、秋はイチョウ、春は桜の華やかな、場所であったこの忍山の前がこういった状況になってしまって、本当に、政府は福島を復興させる気があるのかと、いつも約束が後回し、仮設といってもずっとある、この仮置き場といってもずっとある、嘘ばかりといったお声をお聞きしました。